東口東大宮駅は埼玉県埼玉市見沼区東大宮4丁目にある東日本旅客鉄道東北本線の駅である。宇都宮線の愛称区間に含まれており、上野駅発着系統と新宿駅経由で横須賀線に直通する湘南新宿ライン、上野駅、東京駅経由で東海道線に直通する上野東京ラインが停車する。 1959年12月25日に砂駅設置について日本国有鉄道総裁が決裁。1963年3月1日に加えレシキが挙行された。島式ホーム1面2線を有する地上駅で京上駅舎を有している。ハス駅管理の業務委託駅でスイカ対応自動改札機指定席券売機が設置されている。 早朝の始発から6時20分までの間は無人となり遠隔操作システムを使用しての対応となっている。2020年度の1日平均乗車人員は24,373人である。埼玉市の中心部から離れてはいるが、駅の所在する見沼区の住民だけでなく、市境が近い上尾市の住民や芝浦工業大学の学生、関係者の利用もある。 大宮駅より北側に所在する宇都宮線の駅では、宇都宮駅、久喜駅に次ぐ第3位の乗車人員であり、他の路線への乗り換えがない駅としては最も多い。快速列車の当駅停車を求める声が多く、隣の蓮田駅と連続停車になることや、当駅では退避ができないこと、また当駅に停車すると混雑が、快速に集中する恐れがあることからなど、 ダイヤ上の影響が大きいとして、長年快速の停車は実現しなかったが、2021年3月13日のダイヤ改正より、快速ラビットと湘南新宿ライン快速の停車駅に加えられた。近年の年度別1日平均乗車人員の推移は、下表の通り、国際工業バスが運行する、路線バス、埼玉市乗り合いタクシーの乗り合いタクシーが発着する。 朝日自動車、国際工業バス、東京富士交通、東部バスウェストが運行する路線が発着する。注釈区指広報資料、プレスリリースなど一時資料、ありがとうございます。